仮面女子のビューティーラジオ、イエーイ。さあ始まりました。2週目ですよ。第2回目ですね。はい、嬉しいですね。じゃあ今回はゲストをね迎えてお送りするということで、皆さん楽しみにしたんじゃないでしょうか。ね、誰だ誰だって感じですよね。ワクワク。まずは私たちの紹介しますか。うんうん、そうですね。はい、メインパーソナリティは仮面女子の新潟県出身オレンジ担当小島優香と、仮面女子のリーダー滋賀県出身日向小春と、大阪出身仮面女子のメガネっ子青野乃愛です。よろしくお願いします。大丈夫ですか。青野乃愛です。めっちゃ裏返すいません。かわいい感じで、ね、この番組は毎週日曜日深夜24時25分から24時55分の30分間放送されております。いや嬉しいね。毎週ってね、本当にありがたいことです。嬉しいですね。先週聞いてくれてた人もいるんですか ね, ね, ね、聞いてた人、はい、はい、いますかね。毎週毎週ですからね、皆さん。そうですね、うん、X、旧 Twitter の方でもね、ぜひハッシュタグでつぶやいてほしいよね。確かに、うん、盛り上げてほしい。そうですね、仮面女子のギルティーラジオみたいな感じでぜひつぶやいてほしいところでございます。ハッシュタグ、そして番組タイトルの意味なんですけれども、はい、まあ、ギルティーとはね、あの本来はですね、あの罪悪感だったり後ろめたい気持ちというふうに意味付けられているんですけれども、この番組でのギルティーはあのポジティブな意味でちょっと捉えてほしいなと思って、まあ、例えば何かな、ののあちゃんだったら好きなキャラクターいるじゃん、ミニオンですか。ミニオン、はい、ね、いつも語ってるじゃん、かわいいかわいいって、ね、なんでこんなかわいい、なんでこんなもう罪深くかわいいのって感じで、こういう感じ、はい、なんか若者もよく使うようなね意味で使われております。このね、ご飯はもうソースたっぷりかかって、さらにおいおいで最高ギルティーみたいな、まあ、そんな感じです。ごめんね、語彙力なくて。伝わりますよ。こんな感じでよく使われております。はい、そして私たち仮面女子というアイドルなんですけども、ちょっと変わってまして、うん、7人 の, あのカラフルのアイドルグループなんですけど、一人一人担当カラーの仮面をかぶってロックサウンドでバキバキのダンスをぶちかまして、そして登場 SE でですね、あの各々違う形の武器を振り回して、もう光がもうすごいんですよ。もうビカビカに光る武器をぶん回してライブをたくさんしているアイドルグループです。皆さんライブは公式ホームページでたくさんお知らせしてますので、ぜひ仮面女子のライブを見に来てください。お待ちしてます。待ってま す, 待ってます。ね、よくあの仮面女子は、あ、仮面少女だって、少女って言われがちだけど、年齢的にも全然少女じゃないし、うん、あの、まあまあ、女子でもないけど女子でもないけど、女子ではある、女子ではある、女子ではあるか、女子ではある仮面女子ですので、はい、ぜひ仮面女子で覚えてください。お願いします。お願いします。じゃあそれでは今日はお待ちかね、本日のゲストを紹介したいと思います。お願いします。皆さんこんばんは、仮面女子の長野県出身センターの赤色の森下真央です。よろしくお願いします。真央ちゃん、コマラジオ聴きの皆さんこんばんは、ギルティーなお姉さん月の真央です。よろしくお願いします。真央ちゃん、やったゲスト出れました。ありがとうございます。ギルネーだよ、ギルネーギルネーが来ました。ギルネー、はい、ということで ね, ね、第1回目のゲストですよね、うん、やばい。どうですか、私たちのしゃべりは。どうですか。ね、あのモアちゃんはね、ギルティー姉さんなんで、うん、このあの温かく見守ってました、私たち一緒に。緊張のならない拍手で第1回放送の収録を応援して、鳴らさないように拍手しながら頑張れそう、モアちゃんはですね、うん、おしゃべりもあの仮面女子の MC 担当なので、うん、やっぱ、うん、このお話がすごい上手なので、今日は何もやんないよ厳しい、厳しい、いかに普段私たちが任せているかっていうのがね、ちょっとバレバレになっちゃうんですけども、うん、はい、徐々に慣らしていきましょう、はいはい、頑張ります頑張ります
それでは皆さん、燃えろヘビメタの4月のオープニング曲にもなっております、仮面女子の最新曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、爆音ウェイ。
ただいたのは仮面女子の爆音ウェイでした。イエーイ、ウェイウェイ。みんな日常会話でウェイってぜひ使ってください。ウェイ。今週のギルティー。それでは早速ウェイウェイな今週のギルティーをちょっとねゲストのお二人に聞いちゃおうかなと思います。はい、はいはいはい、ということで私森下真央が最近感じたギルティーはですね、もう深夜にあの辛ラーメンってあるじゃないですか、うんうん、辛ラーメンの焼きそばバージョンがあるんですけど、うん、それをライブ後にもう家帰ってもう夜な夜な作りまして、それちょっと辛いんですよ、うんうん、辛いからちょっとチーズトッピングをして、うわそうやってます。でそれをちょっと食べたらですね、でも後半らへんにあの韓国海苔のなんかふりかけみたいなのあるじゃないですか、うん、あるある。それをかけて、うん、もう好きなだけかけて、うん、ちょっと味変をしていただきましたという感じですね。うわー、それ写真ないの？あ、もう食べてしまいました。食べちゃったから、もう消化されてさようならってしちゃった。食べてなかったら別にギルティー摂取してないよ。確かに食べてることは知ってるよ。あるかないか写真はないです。それまた夜深夜に食べてるっていうのがね、うん、またさらにギルティーさを増しているよね。そうなんですよ、高い、まあ、今日もね、ちょっとラッポッキっていう、うん、あのラーメンとトッポギ韓国のそれを合わさった、うん、あのラッポッキっていうやつも食べました、うん、それもギルティーです。おー、ラッポッキ初めて聞く、はい、今日食べてきたってこと？あ、食べてきました。うわー、かましてますね、はい、かましてます、最近やってます。いいなー、してないじゃないですかこれ聞いてる皆さん、うん、お腹空いてる、ね、今作ってますよ。あ、もう OK か。やばいよこの時間に食べるのは。作ったら写真撮ってくださいね。X にあげて、はい、お願いします。みんなも追い込めまでやってほしいですね。うわー、痛いね、わーやばい。あ、じゃあみんなであの言葉を、ありがとうございます。ちょっとか、じゃあ、あの韓国語っぽい感じでちょっといきますか。わかりました。いきますよ、せーの、ギルティー。ちょっとバラバラ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、好きなモアちゃん、はい、お願いします。私のギルティーは悩みに悩んだんですけど、うん、あのオープニングトークでも3人が、うんうん、あのギルティーな可愛さの話をしてたじゃないですか、はい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 、うちには赤ちゃんのチワワとトイプードルのハーフの犬がいるんですよ、うん、チワップ。いやいやいや、もう本当にギルティーな可愛さで、うん、もううんちすらよ。大丈夫です、大丈夫ですか。ギルティーな夜中のね、あのラーメン作ってる人たちがいる中で言うのごめんなさいなんですけど、ここからはギルティーで可愛いうんちの話するんで、うん、聞きたくなかったらちょっとだけボリューム下げていただいて。うんちの話じゃないですか。それ違うか。え、でもこうね、可愛いのなんか構ってほしいと、うんうんうん、私の作業部屋にすって、うん、こう檻みたいなのこう鼻でグワって開けて、私のあのデスクの下にやっぱちっちゃいうんちする。かまってほしいんだ絶対。そう、かわいいギルティーなうんち。かわいすぎる。そのあのうんぴはあの手でこうちゃんと片付けてあげる。手で、ね、もうじゃよく虫歯もフィッて手あの静かみにして、うん、そんなの普通にティッシュでくるんですよ。ちょっと2回目なんで、ちょっとあのなんか変なラジオって思われないですよね。ちょっとピーって入れてもらって、ね、遅い、もう遅いです。メインは赤ちゃんの話ですもんね。あ、そうですね、そうね、本当にあの甘えん坊さんだから、うん、何するのにもついてくるし、うん、腕枕で寝るんですよ、うん、かわいい。もう本当に可愛くって、結構ね、うん、仮面女子の活動が長い時間なので、うん、寂しい思いもいっぱいさせちゃうんですけれども、うん、はい、その分一緒にいる時間はずっと一緒にいます。ギルティーの可愛さ、うん、みんな味わいたい。食べます。頭食べますもん。相手の頭、あの TikTok 配信で私、うんうん、犬の頭食べてる。猫吸いって言うけど、じゃあ犬食べってこと？あります。犬食い。手とか食べますよ。あんってポップコーンの味しない？わかります。やっぱり、あとちょっと、あのグラウンドみたいな匂いしません？あ、散歩行った後もね。そう盛り上がってますけど。そんな感じですかね。食べた後は写真撮りますか？ちょっとは。
写真撮ってますか、まあ、食べる前後でいつも写真撮ってます。あ、食べてもなくならないうちの犬に関しては、はい、何の話か分かんないギルティーですね。じゃあ、じゃあ今回は、うん、ちょっとワンコっぽいギルティーでお願いします。それではいきますよ、せーの。いっぱいいました、ワンちゃんが。いろいろいた。いいですね。いろんな犬種で。ゲストがいるともうワンサカですね。もう話したいことがワンサカ。犬だけに。そう、ワンサカ。ありがとうございます。じゃあ続きましての曲を紹介いたしましょう。はい。続いてお送りする曲は映画スラムダンクのエンディング主題歌、テンフィートさんの第ゼロ感を仮面女子がカバーしました。それでは聴いてください。第ゼロ感。今聞いていただいたのは仮面女子で大ゼロ感でした。はい、はい、はい、ここからはですね、メンバーで話し合ってたんですけど、うんうん、5月からはちょっとラジオっぽくメールを募集したいなと思って、ね、ラジオっぽい。そうなんですよ。でその内容についてはですね、うん、まだメアドがねできたら、うん、できたら、うん、仮面女子の公式のホームページとか公式の X とかでお知らせするんですけど、うん、まあ、その時はですね、皆さんも何でもいいので私たちにお悩み相談とか、うんうん、本当になんか何でもいいです。なんかめっちゃしょうもないのと か, もうなんか重大なとかでも何でもいいのでぜひぜひ、募集したいんですけど、うん、まあ、今日はお試しって感じで、うん、お試し。え、来てるんですか。はい、誰から。え、すでに無学職人が呼んで。メアドないのに。はい、なんか届きまして。え、何さ、そうなんですか。そうなんです。いきますね。え、ラジオネームガッツ永田さん。仮面女子の皆さん、こんばんは。こんばんは。ガッツ永田です。ありがとう、ガッツ永田。はい、最近すぐ眠りにつけなくて困ってます。うん、理由は布団に入りスマホを見てしまいます。うん、YouTube や ZOZO タウンなど永遠に見てしまいます。わかる。かといってスマホを見ずに寝ようとすると逆に全く眠れないんです。わかる。皆さんは、あ、皆さんは日々忙しくされている中、体の疲労回復に最も重要な睡眠はどのようにされてますか？すぐ眠れる派ですか？
眠れる術これすべ眠れるすべを教えてください。よろしくお願いします。ということで、もうこれはもう現代病じゃないですか。あんちゃんの口から現代病出てくるめっちゃおもろい。医者でもないのに。いやだって、うん、私もそうですけど、うん、やっぱ寝る前ちょっと SNS とか私たちめっちゃやるじゃないですか、うん、仕事だしね、はい、まあ、それとかをこう見ちゃったりすると、まあ、余裕で1時間2時間経っちゃう、うん、から私は音楽なんか眠れる BGM みたいなあるじゃないですか。ある、いろいろあるもんね、うん、そうなんですよ。水の音とか、まあ、そうです、そうです、自然の音とかの BGM とかちょっと流したりして、うん、したらもういつの間にか寝てるっていう感じです。おー、うん、まあ、じゃあありますか、なんか、まずどうしても寝れなかったら、あの血糖値を無理やり上げれば人って眠くなるじゃないですか。もうやっぱギルティーだ。とりあえず血糖値を上げようと思って、まーちゃんみたい な, なんかギルティーなものを一回体に入れてやってる。体に悪いけど寝るならこの間あのライブがこう何本も1日やるときに、あのすごいちょっとあの 眠かったんですよ。やっぱ朝早かったりしてね。でモアちゃんがちょっともう甘いもの食べてもう寝ちゃいたいって言ってて、そう、あの時は、ね、あの甘いものを摂取したんですか。そう、バナナジュースダッシュで買いに行ってバレる。どこで眠かったかバレる。なんで一回バナナで糖分ガッて入れて寝ようかなと思ったけど、元気になったから、あの他の出演者さんのライブ一人で湧いた。ギルティ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 目覚めちゃった。よかったですね。そうすればいいのか今度からね。パーソナリティの皆さんはなんかどうやってるんですか普段を、ね、みんななんか遅いイメージがある。寝るのが、確かになんか4時とか、わかります、寝てるイメージが。ゆうかちゃん、寝てますか。確かに寝てる時あんまなんか夜通し配信ずっと起きてる気がします。そう、まあ、その時によるけど、うん、あの元気がいい時は全然朝まで配信できちゃうから、すごい、そう、まあ、これが良くないんだろうね。だから寝たい時に、だ基本的に私すぐ寝落ちしちゃうタイプだから、布団の上に乗っちゃえば寝落ちしてるんだけども、もうでも全然布団の上でも寝れなくてギンギンに目開いてる時があって、もう何もしてないんで、お酒も全く飲んでないし普通に生活を送っているんだけれど もう全然寝れない時があって、でもそういう時はやっぱりね、朝ごはんしっかり食べてまたちょっと配信しようかなみたいな、でもうギリギリまで配信してなんか頑張って寝るみたいなやり方を送ったりだとか。あれ、なんかゆかちゃんが研究生のもう10年ぐらい前の時、深夜練習してる時になんか勝手に寝ちゃうのってゆかちゃんでしたっけ。それってゆかちゃんじゃないんです。いや、私だ。そうですよ、だから私、ゆかちゃんってすごい夜苦手なのかなって思ってたんですけど、ズームでも寝ちゃう。なんか確かに夜のズーム会議も寝てるのになんで朝まで配信はできるのによるんだけどね。でもきっとその寝ちゃってた時は、あの深夜練習で寝ちゃってた時はちょうど専門学生で、朝早くから学校行って、はいはいはい、であの寮 の, あの門限があるから帰って、もうライブ出た後に、ね、すぐ帰って洗濯物回してご飯食べて寝るみたいな生活を送ってて、でちょうどね、そう、仮面女子にもなりたてっていう時もあったから眠かったんだよ。それハードですね、確かに。そうそう、その時は眠くてちょっと しんどかったんだよ。なるほど。そう、そういう時もありますよね。でもね、すいませんという感じで、今は夜型派という、もう完全な夜型派です、うん、はい。逆にノマちゃん結構もう早くに寝て朝早くに起きる、すごい規則正しい生活ですね。だからあの私全く寝れないっていうのがあんまなくて、なんかベッドに入ったら寝ちゃう、とか寝落ちとかもよくしちゃうから、うん、このアドバイスはとても理解できない。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  YouTube もそうだし、ZOZO タウンもそうだけど、あの掘れば掘るほどどんどん出てくるじゃん、関連のものが。これが良くない。あの閉じろ、閉じろ、見るなっていうこと。そう、スマホ見るな。でよく言うくない。そうですね、眠れないっていうか、人は寝る前にスマホを見ちゃいけないじゃないけど、見ない方がちゃんと睡眠に導入うまくできるみたいな。ね、なんかそういうの結構 YouTube で語ってるものもあるか、まあ、結局 YouTube が感じなんだけどそういう話を聞きながらね。あとは、まあ、あの勉強が苦手な方、私はすごく苦手なんですけれども、まあ、例えば羊が1匹羊が2匹って数えるものだったりとか、それあのなんかつまらないものを流したら寝ちゃうかもしれない
あ、人ってあくびするじゃん、あくび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 ちゃんに引っ張られちゃう。そう、つまらないかったり、なんかもう疲れたなってなると人ってあくびするから、なんかそういうなんか全然わからん、あの興味ない雑学を聞いてみるとかも、はいはい、もしかしたら、え、でも逆に目覚めるのかな、興味湧いちゃうかな、どうだろう、逆に疲れるまで体を動かしてみるとか、あ、筋トレしちゃうとか、逆にもっともっと体をなんかこう苦しめて、苦しめる、私寝る直前に筋トレやったら絶対寝れない、でもなんかこう覚めちゃうから、逆にダメなの、ね、活発になっちゃうもんね、確かに、あれじゃない、なんかハーブティーとかもおしゃれに飲んで、あ、温めるのはアイディアかもね、温めてポカポカにしてね、うん、そう、睡眠導入系の BGM 流しながらとかで、うんうんうん、ね、まずやってみてはいかがでしょうか、はい、ガッツ永田さんどうでしょうか、頑張ってください、応援してます、ガッツガッツで、ガッツガッツで寝てください、はい、まあ、こんな感じですね、お便り読んで、ね、うん、私たちが答えてくみたいな感じで、うん、あと私が一つ募集したいのがあって、みんなもみんなのギルティーを知りたい、あ、せっかくギルティーラジオと言ってるので、うん、私たちのギルティーも紹介しますが、皆さんのギルティーもぜひ教えてください、お願いします、お願いします、お願いしております、ということでそろそろエンディングなんですけれども、最後にあのお知らせを私たちからしたいと思います、はい、まずは5月3日金曜日祝日ですね、愛知県常滑市で開催される大型アイドルフェス、ジャパンセントラルアイドルフェスティバル2024に仮面女子が出演します。そしてその次の日は、はい、愛知県から日帰りしてきまして、5月4日の土曜日は秋葉原の、パセラ7階パームスにて月のモア生誕祭開催します、やったー、また紫いっぱいになるんじゃないですか、いやー、紫身につけてぜひ来てほしいです、あんまり言いたくないんですけれども、30歳になった生誕祭ですのでね、派手にパーってやりたいなと思います、仮面女子の私の大好きな曲だけじゃなくて、あとベース弾いたりとかいろいろ楽しいことも考えてますので、ぜひお待ちしてます。そしてまだ続きます、次の日は、はい、5月5日日曜日、そして5月6日月曜日はですね、横須賀ラーメン艦隊というラーメンのイベントに、私たち仮面女子が、トッピングガールズとして、そのイベントを盛り上げるユニット、トッピングガールズとして出演します。ライブもあの無料でありますので、ぜひ初めましての方もね、あのたくさん見に来てくれたら嬉しいです、美味しいラーメンもたくさんあります。はい、ということでもう怒涛のもう1週間、めっちゃ長いけどやばいと思う、結構ゴールデンウィークが、なんか去年めっちゃゴールデンウィーク忙しかったじゃないですか、うん、私あの体の中に石できて点滴でちょっと休んだじゃないですか、ゴールデンでしたっけ、そうゴールデンウィークだったの、ありましたね、調子がそうならないように、ギルティ控えつつそれも原因原因ではありますね、健康に気をつけながら頑張ろうかなと思います、いや死なないようにしないと、はい、あのファンのみんなもね、あのたくさんあのちょっと死なないように頑張ってください、いやでもこれぞ仮面女子って感じじゃない、この確かに確かに、ね、はい、まあ、それもね青春ということで、はい、仮面女子とたくさん楽しい時間過ごしてくれたら嬉しいです、お願いします、お願いします、ぜひ XQTwitter の方でハッシュタグコマラジとハッシュタグ仮面女子のギルティラジオでぜひぜひたくさんつぶやいてくれたら嬉しいです、来週もねぜひたくさん聞いてもらえたらと思います、よろしくお願いします、お願いします。それでは仮面女子のギルティラジオ、今週も聞いてくださりありがとうございました、来週も楽しみにしててください、それでは仮面女子の小島優香と日向小春と青井のなあと森下真央と月のモアでした、ありがとうございました、ありがとうございました、おやすみ。